サルバトーレ・アッカルドは、イタリアのバイオリニスト。近年では、ビオラ演奏や指揮者も手がける。鳥の生まれ。驚異的なテクニックと、明るく澄んだ音色、美しく華麗な歌の魅力により、パガニーニ作品の演奏家として名高い。幼少の頃より、抜群の学祭を示し、ナポリのサンピエトロ音楽院で、ルイージ・ダンブロジオに、シエーナのキジアーナ音楽院で、 ジョルジュエネスコの皇帝だったアイボンヌはスットリュクに支持し、さらにナタン・ミルシテーンにも支持する。13歳にして、トリエステで最初の演奏会を開いたという振動であった。その後、1955年にビオッティ国際音楽コンクールで3位入賞。さらに、1956年にジュネーブ国際音楽コンクール、1957年、イタリア放送の 各コンクールで優秀な成績を挙げ、さらに1958年のパガニーニ国際コンクールにおいて、17歳の若さで第1位を獲得する。パガニーニの再来という賛辞を送られたほどであった。そのパガニーニ国際コンクールにおいて、現在では審査員を務めている。その後は、マルタ・アルゲリッチと共演するなどソリストとして、世界的な活動を行う。 1970年代には、イムジチが相談のコンサートマスターを務める。パガニーニの演奏はとりわけ評価が高く、1970年代半ばには、シャルル・デュトワと共演して、競争曲全6曲の全集や、譜面が現存するバイオリンと還元楽のための、競争作品、バイオリン独奏曲のほぼすべてを録音し、24の、起奏曲は少なくとも2回は録音している。 録音数は、フィリップス、ドイツグラムフォン、EMI、ソニークラシカル、ホネ、ダイナミック、ワーナーといったレーベルに50点以上ある。また、1989年制作のイタリア映画、パガニーニでは、音楽の指揮と演奏を担当している。テクニックだけの演奏家ではなく、持ち前の明るく澄んだ音色と美しく華麗な歌の魅力により、ブラームスの競争曲、 メンデルスゾーンの競争曲、チャイコフスキーの競争曲でも演奏を残している。クルトマザーと共演して、マックス・ブルフフのバイオリンのための競争的作品を、ほぼすべて録音した。ストラディバリウス・ファイアーバード、エクス・サンテグ・ジュペリとストラディバリウス・ハルト・エクス、フランチェスカティの2種類のストラディバリウスと、グアルネリー・デルジェスを愛用している。ありがとうございます。